YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら、デルタリンクさんですね、のバンコンでございます。ダーウィン Q3 という車でして、ベース車がですね、トヨタの、ハイエススーパーロングですね、になってます。で、乗車定員が7名、就寝定員が4名の車となってます。デルタリンクさんはね、結構スロベニアのね、車ですね、を扱っていらっしゃいますけれども、こっちはどちらかというと、日本っぽいというかね、僕らがよく見てるキャンピングカーとかね、に近いようなイメージの車になります。はい、ではですね、早速見てみましょう。画面左側、運転席部分になります。はい、そしてですね、こちらが2列目のシート。このようにですね、今後方向いてますけど、ここの、ね、部分を上げてこっちを下げるとね、運転席の方向を向けることもできると思います。そうですね、はい。であとですね、こちらダイネットテーブルなんですけど、このテーブルも簡単に取り外すことができます。はい、そしてですね、こちらが冷蔵庫、40リッターかな、おそらくの冷蔵庫があります。ね、扉が広いので、こちらスライドドアが広いので、重い荷物を、ね、持って帰った時もすぐ、ね、ここに入れられる。そしてあるいは、ね、ここ、作業スペースとして使えます。シンクと、ステンレスのコンロですね、コンロとシンクになってますので、重い荷物買ってきた後ここにポンと置くこともできるのが嬉しい配置になってます。ではですね、車両後部からも見ていきましょう。はい、こちらがですね、車両後部から見た映像になります。あ、かっこいいわ、これもやっぱね、このね、曲線が美しいですよね。わかりますかね、僕こういう作りが美しいなと思うんですけど、さすがって感じです。あとね、ここをベッド展開してますが、このね、下の部分、おいしょと。はい、ここね、出っ張りついてます。ここにね、マットを敷くと2段のね、ベッドになりまして、今正面にあるシート、3列目のシートをパコンと、パタンと倒すと、ここのマットと同じ高さになりますので、奥までね、ズドーンと、マット、ベッドですね、展開することができます。はい。で、あとですね、こちらが、タンクになってます。そうか。ここにタンクがあった。すごっ。かなり、あれだわ。長いですね。うん。奥までね、こうやってホースがつながってると。へー、面白。またね、デザインもすごいかっこいい車になってますので、これでね、お出かけするのも気分がね、盛り上がっていいと思います。こちらの車もとっても素敵な車でした。本日もご視聴ありがとうございます。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。